なんか SNS 見てたら、こんなね、コメントとかとツイートしてる人多いのよ。5連休でも社会復帰が絶望的。で、冗談で言ってんのかなと思ってたんだけど、結構ガチな人いんのよ。逆におばちゃんの5連休も休んじゃうと、体だるだるになっちゃうから、中間に、休みを返上して、仕事出るか違う日にしてもらう。だって、5連休。ごめんなさい。もう、寂しい人間なのか。何したらいいかわかんの。まず、初日爆睡。もう一日中寝まくって。で、布団に張りながら、ちょっとパソコンでつけて、何やな。Amazon プライムビデオ見たり。YouTube 見るけど、だいたい3本ぐらい見ちゃうと頭痛くなっちゃうじゃん。で、布団からは出たくないじゃん。でもなんかお菓子は食べたいじゃん。ダメな人間よ。おばちゃんは、ダメな人間よ。こうやって話してるとね、再確認する。お菓子食べたいんだけど、外出るのはだるいって。で、布団も出たくないと。で、ジュースはもう、ね、休む前から絶対買っといてあるから。逆にあれもできないのよ。前働いてたところでおばちゃんの上司、連休中でも会社出てきてたのよ。で、その話聞いてさ、え、なんで会社出てきてんですか？5連休ですって話したらさ、いや、ちょっと家にずっと居続けられないんだって。で、奥さんとか子供と何話したらいいかわからないし、あと、いてもなんか嫌がられるからって言うんで、会社に出てきてる人いたのよ、ずっと。え、会社何やってんですかって言ったら、まあ、おばちゃんと同じ YouTube 見たりしてるって言ってさ。家で YouTube 見てた方がいいじゃないですかって。いや、息苦しくなっちゃうんだって。だからもうずっと5連休、会社に出てくるっていうのも嫌だけど、休み続けんのも嫌よね。これでわがままな話なのかしら。今ね、おばちゃんアルコール飲まなくなっちゃったからさ。ニュース動画やったのに失敗したわ。なんかヨーロッパだっけアメリカだっけなんか研究チームがさ、アルコール飲めば飲むほど脳が縮むっていうニュース見てさ。で、他の研究したチームとかも、なんかそういう研究結果、海外でいっぱい発表してんのよ。怖くなっちゃってさ、あんまりお酒飲まなくなっちゃったのよ。でもバンドやってたから、昔の仲間のところ行ってさ、行けばみんな酔ってるじゃん。今でもやってるやついるから。で、ね、なんか酒ないってさ、冷蔵庫の中入ってるよって、好きだけ飲めばっていう、周りいっぱいいるから、お酒飲んでる時だったら、おばちゃん結構、まあ5連休、イエーイってなるけど、今あまりお酒飲まなくなっちゃったから、イエーイって言えなくなっちゃった。あとパパのね、面倒とか見てるし。
お酒飲むと眠たくなっちゃうからさ、寝てあれどっか行かれると大変じゃない。だからね、あまりお酒飲む生活しなくなっちゃったのよ。まあ、それでさっきの話に戻るんだけど、おばちゃんの業種ってさ、やっぱり高齢化が進んじゃって年配の方多いのよ。で、一応さ、なんか辞めたいっていう話とか聞くとさ、その人のところ話に行っていろいろ説得したりとかもするのね。あとちょっと家族付き合いみたいなのにしてなんとか仕事を続けてもらうとか。で、いろんな高齢者の人と会ってるけど、でもさっきの話だ、アメリカとかの研究チームの発表と、ま、被るとこあんだよね。普段からね、お酒飲んでる人で、地方になっちゃう人多いのよ。で、ニュースさ、それ、おばちゃんなんか、たまたまなんか動画作るので、調べてさ、出てきて、それ見てたらさ、すごく、なんか、当たってるなと思って。おばちゃんの経験が、正し、まあ、そのまま研究の結果と、なんか、ね、シンクロしてるのかどうかわかんないけど、でも、実際にね、お酒ガンガン飲む人、で、もう仕事も何年も働いてくれてる人とかで、いきなりふっと、痴呆症になっちゃう、てか、アルハツハイマーになっちゃう人多いのよ。で、なんか、オーストラリアかなんかで、お酒飲む人と飲まない人の村で、ある調査したら、アルツハイマーになった人の、もう高い確率、70とか 80% ぐらいかな。みんなね、お酒、酒豪の人なのよ。ガンガン飲む人。で、まるっきり飲まない人は、ほとんどの人はアルツハイマーになんなかったのよ。それをさ、おばちゃん見ちゃったからさ、ちょっと怖くなっちゃって、自分一人だったらもう、別にバンドもやってたから、パンクバンドとか。いや、関係あるかいみたいな感じだったね。もう、人生ハッピー、それで何が悪いんじゃみたいなね。ロッカーみたいな生き方してたけど、今、家族いるじゃん。そのこと考えてもね、いきなりブルっちゃうんだよね。だからもう、千原ジュニアじゃないけど、ジャックナイフみたいはいられない。元からジャックナイフじゃないけど、ジャックナイフではいられない。それでおばちゃんのさ、まあ、経験した話なんだけど、若年性痴呆症の人とかすごく合うのよ。で、家族の方とか、まあ、こういう状況で仕事続けさせられないんですよって話とか説明しなきゃいけないじゃない。で、普段どんなことしてるのかいろいろ話したりしてると、やっぱりお酒飲んでる人多いのよ。だから、それ聞くとちょっとね、まあ、おばちゃんの言ってる話がね、事実かどうかっていうのは、まあ、いろいろみんなも調べてもらって、それで判断してもらいたいんですけど、まあ、おばちゃん言ってるのが全てじゃないと思うのよ。体質とかもあると思うんだけど、でもおばちゃんのなんていうの、周りでそういうこと結構シンクロするから、ちょっとおばちゃんはあまりもう今お酒飲まなくなっちゃった。それで今さ、動画ガンガン作ったりしてるじゃん。これがなかったらと考えると、おばちゃん、動画作ってても土日も体ダルダルになっちゃうからさ、YouTube やっててよかったなと思って。やってなかったらだって何やったらいいのかしら。四つ葉のクローバー探しに行く？あと何する？家でディディアンやったり、あと内職？それでも多分時間持て余したと思うのよ。動画ガンガン作っててもなんか体本当にね、だるだになっちゃうから、早く仕事行きたいなっていう風にね、いやもう、おばちゃんも変わったね。いやまあ、紐とかしてたりも仕事全然しなかった時期とかもいっぱいあったのに、おばちゃんも変わったと思うよ。もう、5連休休んだ人がもう、体がもうね、だるだるで、社会復帰もできないっていう人多いんだって。で、ほんと退社考えてる人いっぱいいるのよ。でも時間が終わっちゃうから、おばちゃんは逆にそっちの方がもう地獄かなと思っちゃう。どうすんの？ね。家でジャージでいるんでしょ？で、そのなんかミシンの縫い目なんかカリ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 って。あ、これずっとやってると穴開いちゃうなって。分かっててもやり続けちゃうっていう。あと何すんの？冷蔵庫の溝よく汚れるから、そういう溝掃除したりとか、レンジ周り、それでも時間余っちゃうもん。あと、餃子いっぱい作る。あ、いいじゃん。自分家のさ、家の前になんかね、
ちょっと投資で自販機買って、で、自分で作った餃子入れるっていう。今流行ってんじゃん。死ぬほどだって、もう時間持て余せられるでしょ？餃子作りだったら。お金も入るし。いろいろさ、SNS でさ、もう社会復帰できないってこの、そういうツイートとか見たりしてておばちゃん感じたんだけど、いつかでダルダルになったんでしょ？もし会社辞めたらもっとダルダルになると思うんだけど。働いた方がいいよ。だっていろんなさ、まあ、会社内で、まあ、ストレスもあるだろうし、あと、それとは別になんか刺激もあるじゃん。おばちゃんのさ、友達でさ、仕事辞めたやついんのよ。もうストレス待っちゃって。で、ちょっとゆっくり、なんか次やること考えて、それからなんかまた復帰しようかなって言うんでね。半年ぐらいかな。いやもうブリって。しょっちゅう電話かかってくんのよ。おばちゃん何やってるって。いや仕事だよって。いつ帰ってくんのって。え？今日は何時帰ってくるかわかんない。暇だよって。いや、それは暇でしょうよ。その道を選んだんじゃんって。でね、もう、びっくりしちゃったんだけど、めちゃくちゃスリムな友達だったのね。滑覆も良くなっちゃって。で、髪の毛も薄くなっちゃったのよ。で、もう日光とかもあまり当たってないから、肌もなんか真っ白な、鈴木園子みたいになっちゃってたのよ。で、奥さんもさ、一緒に休んでたんだけど、奥さんの場合なんて趣味のテニスやってたから。で、その友達は全然スポーツやんないからさ。で、まあ、1年とか2年ゆっくりしたいって言ってたけど、半年も打たなかった。いやもうバイトでもいいからもう働くって、もう家にはいたくないって。いや、ずっといんのは地獄よ。おばちゃんとかはね。あ、そういえばね、3日ゴールデンウィーク中さ、おばちゃん仕事だったのよ。東十条の方通りかかった時にさ、交差点でおばちゃん止まってたのよ。そしたら、ココイチの前でね、喧嘩してるカップルがいたのよ。で、特に彼女がブチ切れてて。なんで東京まで来てまたココイチなのよ、つって。いや、まあ、おばちゃんそれ、近くで聞いてて、せやねっていう。どっかの県から来たカップルなのかな。せっかくね、遠くまで来たんだったら、そこのなんかご当地グルメとか食べたいじゃん。で、またってことはいつもデート中はココイチってことなのかしら。まあ、それはちょっと気になるかなと思って。二つ前の会社でさ、社員旅行行った時に、部長が、みんなちょっと函館まで来たからなんか、ご出身やるよ、つってさ、大盤振る舞いしてくれることになったんだけど、いきなりなんか吉井に入ろうとしてさ、え？っていう。女子社員はみんなブチ切れですよ。函館まで来て吉井ってどういうことですかって。リアルに怒った。だってみんなもう海鮮って頭になっちゃってるじゃん。お刺身とかさ、海鮮丼とかさ、まあ、海の幸って頭になってる時に、牛丼が起こると思う。で、おばちゃんなんか、吉木牛と働いてたじゃん。ちょっと、違うものがいいんじゃないですかってさ、えだって急に牛丼食べたくなっちゃったんだもんって。その気持ちもわかる。急にね、牛丼食べたくなる気持ちもわかるけど、ここはもうみんなのことを考えてと思ったのね。まあ、ごちってもらう意味でこんなこと言うのね、生意気だと思うんだけど。でも結局、従事社員のブーブーの声でね、やっぱ海鮮丼のね、定食屋入った。おばちゃんさ、その部長と気があって、なんか千葉の方にもさ、旅行行った時とかさ、いきなり、まあ、2泊3日だったのよ。で、2日目の夜さ、ちょっとぷかぷかしに行こうかなと思って、旅館から出たらさ、その部長が、マックのポテト食べてんのよ。部長どうしたんですかって言ったら、いや、急にマックのポテトが食べたくなっちゃってって。子供みたいにしてたのよ。おばちゃんすごく好きだったんだけど。だから美味しそうっすね、って。食べるって言うから、あ、じゃあ、まあ、2、3本くださいって言って。気持ちがすごくわかる。夜中急にね、マック食べたくなっちゃったんだよって。子供か。いや、でもね、おばちゃんもしない、そういう時あんのよ。気持ちはすごくわかる。おばちゃん、その旅館ね、すごく、もう、料理も美味しくて、景色もいいし、空気も良かったのよ。でも一つだけちょっとね、難点なのが、トイレ行くとさ、足の長いコオロギが異様にいて、便所コオロギが。信じられないこといいのよ。おーって、人の気配を感じると動くじゃん。
って、こっちの方に飛ばれると嫌でしょ。だからもう、ゆっくりなんかなんていうの、便器のとこ近づいて、チッチして、それで帰ってった記憶ある。やたら来たんだよね。それがすごく怖くて。あとね、便器の周りにちっちゃい、羽の生えた虫がさ、びっしりついてんのよ。で、水流すとさ、こっちの方に飛んでくるじゃん。だいぶ距離取って、人差し指でちゃんと押して逃げたっていう記憶がある。だから自然豊かなとこだったのかなとは思うんだけど、ちょっとあれだけ虫がいるのが怖かった。あとね、近くってその歩いてどれぐらいだろう。15分とか20分ぐらいのところにね、コンビニあったのよ。まあ、そこに、羽の生えたね、虫とかが、蛾とか、いっぱい、窓にびっしりついてて怖かった。自然豊かってことよ、うん。おばちゃんとかさ、コンビニなんか買おうと思ってさ、入るじゃん。そうするとコンビニってなんか、電撃殺虫器みたいなやつあるじゃん。まあ、普通にさ、まあ、東京とかで夜とかさ、コンビニ行った時、ブチッ、ブチッって鳴る時あるじゃん。そこもブチ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 って、とんでもない音になってたのよ。わ、すごって。うん、これがもう、自然ってことなのよ。いや、もう、すごいとこだったかな。そういえばね、この間なんかニュースで見てたんだけど、よくさ、夜とか電気の周りにさ、虫がたかったりしてぐるぐる回ったりしてるでしょ。あれのね、原理が分かったんだって。明るいところを虫はなんかね、上だと思うんだって。で、上行こうとすると、なんかぶつかるじゃない。それでまたなんていうの、羽の生えたさ、虫はなんかどっか、飛んでっちゃうでしょ、角度を変えて。でも、やっぱり、明るいところが上だと思うから、上の方を向かっていくんだって。だから、明るいから行ってるわけじゃなくて、上と下が分かんなくなっちゃって、その、光の周囲っていうか、その円の中から出れないんだって。長い間、これは解明できなかった謎なんだって。ほとんどの人が、もう明るい方に虫が行ってんじゃないかと思ってる人いるんだけども、でも、なんていうの、照明の影響で上と下分かんなくなっちゃって、その光の範囲から出ていけなくなっちゃうっていう、そういう現象だったっていうのはもうこの辺分かったばっかりなのよ。と思って。でも虫は虫でも雲は分かってるんじゃないかなと思って。だってそういうところに網引っ掛けるじゃん。ってか雲の巣作るでしょ。で、そういう寄ってくる虫を捕食するわけだから、雲だけは分かってんじゃないのかなって、おばちゃん思ってんのよ。さっきの話の続きじゃないけど、ココイチばっか行く彼氏はもうココイチしか見えなくなっちゃってると思うのね。だから、東京まで来たのに、なんでまたココイチなのっていう。まあ、その気持ちもわからなくなってないっていう。でもさ、おばちゃんの周りとかでさ、ココイチ好きなやついんのよ。で、おばちゃんと、その話をすると、話噛み合わないね。おばちゃんココイチはちょっとまだ好きじゃないのよ。で、ルー美味しくないと思ってんのね。ごめんなさいね、ココイチさん。で、友達は、いや、ココイチはね、トッピングありきなんだっていうのよ。うん、ってことはじゃあルー美味しくないって言ってるようなもんでしょ?って言ったら、じゃなくて、ルーっていうかそのトッピングありきで、ココイチというものがあるんだっていうのよ。じゃあ、ルー単体では食べないのって。まあ、トッピングとかつけてみんな普通は食べるね。あと、なんとかカレーとか。もう最初からついてる?じゃあ、それは、イコール、ルーが美味しくないって。分かってないなって。ルー単体では食べないんでしょって言ったら。まあ、ココイチはトッピングありきだから。それは聞いたよって。じゃあ、トッピングなければ、だって、それ食べたいと思わないんでしょって。いや、食べたいと思わないんじゃなくて、トッピングがありきなんだよって。ここでいつも話がね、噛み合わないのよ。意味が分かんなくて。ルー単体では食べないってことは、ルーはあまり美味しいと思ってないってことなの?おばちゃんそう思ってんだけど。でも友達は悲しいのよ。いや、そういう話はしてんじゃなくて、トッピングありきなんだって。ここでいつもね、話が合わないの。言ってる意味が分かんない。友達は友達でおばちゃんに言ってること分かんないっていうの。不思議よね。
それでは人生相談の方でお便りが来ましたので、これから読みしたいと思います。結婚生活1年半これ、未成です。専業主婦をしています。夫のことで相談です。夜の〇〇の時、喉の奥まで入れられ苦しいし、私にはきついです。好きでないことを伝えてもしてきます。どうすればやめてくれるでしょうか。〇〇〇自体は嫌いではあります。わお、あのね、結構危なかったりするのよ。で、あの気管でしょ、で詰まってしまったりとか、あとそこの、まあなんていうの、喉つっかえてとんでもないことになっちゃうパターンもあるから。で、これはね、女性の人はすごく覚えててほしいことがあるんだけども、いやちょっと私それ嫌なのって言っても、いや本当は好きなんだろってね、感じがしてる男の人は多いのよ。だから本当に苦しくて、ちょっと私にはあのダメなんだけどっていうことを、まあ、そういう時じゃない時、まあ、普段、まあ、会話する時に伝えてみるっていうのが一番だと思うよ。そういう好きでないことを伝えるって伝えたわけなんでしょ。そういうことは好きじゃないって、好きじゃなくて痛いからっていうことをちゃんと伝えた方がいいんじゃないのかな。いやもう本当にね、本当は好きなんだろうと思って男の人多いのよ。だからこれちゃんと伝えないと、まあそれが本当は好きなんじゃないのかなっていうふうに勘違いしてずっとしてくる可能性あるでしょ。で、苦しいってことは危ないから、それはちゃんと伝えた方がいいんじゃないのかなっておばちゃん思うな。あの早めに言った方がいいと思うよ。そういう時じゃなくてちゃんと、あの普通の時に。それでね、ネットで調べてみたらね、まあ、メリットとかも結構語ってるブログもあるけど、デメリットも結構ね言われてんのよ。女性が嘔吐や呼吸困難に陥る危険性がある。あと女性が口内炎や、あと咽頭炎になるリスクがあると、あと女性がね、顎関節症を発症することもあるっていうね、まあ、いいこともあれば、まあデメリットっていうのも必ずあるっていうのはちょっと覚えてた方がいいと思うよ。ネットとかでよく書いてあるから、そういうの見てもらえるといいんじゃないのかなって。東京シェイクラブでは皆様のお悩みやご相談など募集してます。あと不思議な経験や体験談なども募集しますので、よろしくお願いいたします。私を物にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シェイクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。